はい、皆様こんにちは、こんばんは。さっきのところから車で30分ぐらい、25分ぐらい、車じゃない、バイクで2、30分のところですね。天栄村っていうところです。これはね、国道ね294号線、ずーっと行くと、なんだ、東京方面に行くのかな。ずーっと行けば結構東北の方までつながってんのかな。ここは東北か、福島だからね。あ、見えるかな。白いに近い薄ピンクのソメイヨシノかな、これ。わかんないけど綺麗ですね。ちょっと歩いてみますね。こちらにもね、ちょっとね、菜の花があります。この菜の花もバーってあればまたちょっと絵になるんですけどね。でもね、この桜もね綺麗なんでね、ちょっと撮ってみましょう。今オレンジジュース飲んだらヒクヒクしちゃった。あー、全然蜜じゃないですね、ここはね。桜は蜜になってるけど人間はね、ここは広いんで、すごく蜜にならないですね。ね、小山があってね。まあ、いいとこです。ね。ちらほらとね、人が泊まってますね。桜道ですね。本当にね。綺麗ですね。ここの近くの人はいいですね。お散歩してね。あの辺の住宅の人とかね。いいですね。気軽に散歩に来れて。ああ、桜の季節が終わってしまったと思ったんですが、大丈夫でした。北に行けば桜は咲いてます。散ってる桜もあったんですけどね。さっきも言いましたけど。わ、急に冷えてきた。さっき暑かったのにな。また冷えてきた。もうね、夕方になってくるとね、急に冷えるんだよね。年寄りには答えます。なはは。もう中年の域に達してるからな。いやー、綺麗だ。こんなところで暖かい日は、ちょっと、とどまっちゃいけないのかな。上野公園じゃないから大丈夫だと思うけど。なんかちょっとね、美味しいもの食べて、ちょっとね、ピクニックって、じゃなくてランチとかしたいよね。桜見ながらね。ランチしとこはないけど、ちょっとね、空いてるとこあれば。菜の花と桜。こっちにね、こうやって垂れてる方のが結構綺麗なんだよね。垂れてる方のが。こっちはね、なんかこうちょっとね、上がってるけど、まあこんな感じです。バイク行きましたね。あっちのね、ピンクもね、目立つの。この芝桜だね。誰かが植えたんだね。あれ？ピンクね。だから、全部重なってた方が綺麗ですね。芝桜も菜の花も、桜も。菜の花も桜も芝桜も。もしかしたら来年のためにここ芝桜いっぱい植えて、菜の花もいっぱい植えてやれば、黄色と薄ピンクと真っピンクの3色で綺麗だと思うんですよね。で、川も流れてるしね。こっちの川は綺麗なんですよね。綺麗綺麗。まあ中身は水質検査してみないとわかんないですけど、上流の方行ってるんで綺麗だと思います。はい。あ、この垂れてるのがいいですね。しだれ桜もね、途中で綺麗なのありましたね。あー、薄ピンク綺麗ですね。いいわ。なんか写し方下手だなね。私たちは最後の桜かな。これ以上北に行くとすれば、泊まりで行かなくちゃいけないから、
ね、ちょっとね、これ以上来たというと仙台とか青森とかこれからなのかな、まだ散らないかな、福島が散らないんだからね。桜歌いたくなっちゃいますね、下手くそですけど。桜、ダメだ、声が出ない。いやー、のどかですね。でもこんなに桜が満開なのに人がいないっていうのがね、あんまりね、都会じゃ考えられませんね。やっぱ田舎ですね。ね、ものすごいここ都会だったら人だらけだと思うんですけどね。贅沢ですね。あれ、うちのはどこ行ったんだ。また行方不明だわ。どっか行っちゃった、本当に。まあ待ってれば来るかな。本当にどこ行ったか分かんないわ。はい、行った、終わり。